ユーリー・パブロビチ庶民、1947年5月11日台、は、ロシア・オレンブルク出身の元サッカー選手、現サッカー指導者である。現在は FC ロコモティフ・モスクワの監督を務めている。現役時代のポジションは FW。庶民は1947年5月11日、オレンブルクで生まれた。彼の両親は、オレオール出身である。幼少期は、サッカー。 アイスホッケー、バレーボール、陸上競技に励んでいた。16歳の時、スパルタク・オリオールでデビュー。当時のポジションは、ミッドフィールダーとフォワード。1970年、FC ディナモモスクワで、USSR カップの優勝に貢献。しかし、庶民のキャリアの前世紀はここで終わってしまう。当時の監督との確執が表面化し、対談を余儀なくされ、その後は、 複数のクラブを転々とする。1980年 f c クバンクラスのダールで現役を引退する。33歳での引退だった。1982年 f c クバンクラスのダールで監督としてのキャリアをスタートさせる。1986年から FC ロコモティフモスクワの監督に就任する。1990年に ニュージーランド U-21 代表を率いるため、一度は退任するが1991年に復帰。二度のリーグ優勝、四度のカップ戦優勝に貢献した。2005年にロシア代表を率いたが、チームを 2006FIFA ワールドカップ本大会に導くことができず解任される。2007年には、 ロコモティフモスクワの会長としてチームに戻ったが、プレミアリーグ発足後最低の7位で終え、成績不振の責任を取り辞任。2008年から FC ディナモキエフの監督に就任した。2008から2009シーズンは UEFA カップの準決勝では、同国の最大ライバルである FC シャフタールドネツクに敗れるものの、 リーグ戦では2年ぶり13回目となる優勝を収めた。2009年5月26日、ラシード・ラヒモフ前監督の後任として、ロコモティフ・モスクワの監督に就任。2007年で会長を務めていた以来、2年ぶりの復帰となった。2014から15シーズンは FC モルドビア、サランスクをリーグ8位と残留に導いた。2015年6月、 FC 安島八から監督に就任。翌年8月26日、ロコモティフモスクワの指揮官として4度目の復帰を果たした。ありがとうございます。